見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。プロが自腹で買ったもの、自腹ガジェット。これはで買える、最強の火炎放射器だ。黒丸新富士バーナー RM000 価格、500円、サイズ、幅 75×長さ 680×高さ 145mm 重さ、1000g、加工系、直径 50mm 火炎温度、1300度ドリップコーヒーを入れるとき、アナログレコードを聞くときなどなど、昔ながらのプロセスを踏襲するのって楽しくないですか？EBQ における火起こしもそう。焚き火用の薪が拾えるキャンプ場なら、一緒に着火剤代わりとなる松ぼっくりを拾ったり、愛用のナイフでフェザースティックを作ったりして、いけた、上に重ねた細い薪に火を移し、次第に大きく太い薪を燃やしていくプロセスにワクワクしてきますよね。でも今回キャンプ用品としてご紹介したいのが、そういう過程をスタートの段階からすべてぶっ飛ばして、皆様のアウトドアシーンを一変させる、暴力とも言える物です。その名を、ロードマーキング用カセットガスバーナー、と言います。本来は、駐車場などアスファルトの路面に引くラインを乾かすためのガスバーナーですが、こいつを炭や薪の火付けに使うとですね、ものの1分くらいでゴーゴーと燃え出してくれるんですよ。前日に降った雨で木材が湿っていても問題なし。さすが、1300度という圧倒的な熱を放つ火炎放射器。家庭用ガスコンロの火力は3500kcalh くらい、中華料理店の業務用コンロでも10000kcalh ですが、こいつは10000kcalh という強力無比なハイカロリーでもって、先日に降った雨で木材が湿っていても知らぬ存ぜぬ。急激に水分を飛ばして燃焼温度までアクセル全開で一気ですよ一気。レベルを上げて物理で殴ればいい、とはまさにこのことか。キャンプにとって最高のエネルギー体である、ごくごく普通のカセットガスが使えるのも見逃せないポイントです。大量のガスを放出させ、そこに火をつけることで大火力を得るためのガスバーナーではありますが、1本のカセットガスの使用時間は約10分くらい。1回のキャンプでは1本のカセットガスを使い切るなんてことはありませんし、万が一ガスが切れたとしても100円ショップでもコンビニでもすぐに手に入ります。実は開票にも使える存在。駐車場に車を止めた翌日、アスファルトが凍結してしまった時でも、こいつがあれば自分のルートを解凍して無事に脱出できますよ。